居酒屋の社長さんで、もう朝礼やってて、もうすごいもう時代の寵児みたいな感じで、素で天性の人たらしだから、この辺はなんかもう分かってた、魂はね。だから全部全部全部捨てちまいなよ、大失うことは手に入れること、感じて過去じゃない、今今今だよ。はい、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そうです、そうです、今回だよ、スペシャルゲスト来ました。お、大島健介さんです。なんかありがとうございます。なんかありがとうございますっていうか、まあ、ちなみにここ僕の事務所。そうですよね、そうです。圭介さんのところにお邪魔して、はい、お邪魔してね、はい、まあ大島さんにですね、10分間独演会を、独演会、ね、珍しい、 YouTube の中では珍しいですね。これみんないるメリットがないですよね、独演会になるんだったら。いや、一応だって大島さんはほら、はい、もう日本のアンソニー・ロビンスだから。はい、そうです。やっぱここでいかに素晴らしい、はい、アンソニー・クワナっぷりを、アンソニー・クワナ、これさっきの休憩中の話で、はい、多分分かんないですけど、アンソニー・クワナ、あの圭介さんの方のチャンネルにちょっとアンソニー・クワナの流れあると思うんで、うん、ぜひ見てほしいなと思うんですけども、はい、今回圭介さん来て、はい、久しぶりですよね、うん、こうやって来ていただいて、ね、本当にもう超光栄でございます。もう忙しいから断られ続けて、いやいや、はい、一度も断ったことないです、ね。まあ、ありがたいですね。だよ、ちなみに圭介さんについてなんかある思い出とかってあったりしますか。いや、僕はもうだって大島さんのファンで、はい、多分ね、僕本当記憶はないんだけど、はいはい、15年ぐらい前、ね、15年も前、15年ぐらい前に、はいはい、どこで知ったのか分かんないんだけども、はい、15年前だからまだ大島さんはまだヤングマンの時ですよ。ヤングマンです ね、15年、さ、てっぺんの創業時期ぐらいです。そうで、なんか居酒屋の社長さんでもう朝礼やってて、はい、もうすごいもう時代の寵児みたいな感じで、はいはいはい、いろんなところで取り上げられてて、あ、マスコミとかにも、そうで、はい、あ、ちょっとこの人の話聞いてみたいなと思って、はい、講演会いつあるのかなと思ってメールマガ取ったらさ、はいはい、結構だよ、車で2時間、ちょっと覚えてないんだけど、栃木だったか群馬だったか、はいはい、そこで講演会されてるっていうので、はい、行ったのさ。行ったんですね。2時間、車で2時間かけて行って、はいはい、だから今考えると行動力ってすごいね、はい、行動力すごいですね。だってもうその日に知って、あ、今日講演会あんだって、群馬か栃木か分かんないけど調べたら車2時間ぐらいかかる。その日に行ったんですか。いや、でもちょっともう今行かないとこの人の話聞けないと思って、はいはいはい、で行ったんだよね、はいはい、行ったらもうお客さんがさ、すごいいたね。すごいいたね。2、300人いたんじゃないかな。栃木でそんなに集まってるんですね。もうそれで、あ、すごいなと思って、はいはいはい、もうね、ノートとペン持ってさ、はい、喋る、ね、大島さんのその言葉をさ、名言を書き綴ったよね。書き綴ったんですよ。どこにどんなオチがあるのか怖いですけど。いや、オチないですよ。オチないですね。ほんでやっぱりかっこよかったっすか。かっこよかったっすか。本当ですか。もうかっこよくて、はい、うわー、こんな人みたいになりてえなーと思ってね。絶対思ってないですよ。本当に絶対思ってないですよ。いや、本当に思いましたよ。初めて聞きました。だからそれが、はい、まあ、僕と大島さんの出会い、出会いだったんですね。うん、でも僕ね、大島さんとは何回も会ってんだよね。はい、あ、はい、何回も公演行ってるとかそういう感じ。あ、そうそうそう。あと福島さんのところにもお世話になって、福島先生、福島さんのところ行けば、はい、大島さんは結構ゲストスピーカーみたいな感じで喋ってる時は結構あったから、はいはい、大島さんとはこう何回も面識があって、はいはい、こうなんか懇親会とか行って話もさせてもらうんだけども、はい、やっぱりこうなんていうのかな、はい、はみたいな感じで、いやいやいや、そんな感じじゃないです。そんな時だったそんなんじゃないです。そんなあ、そこにオチがあったんです。そこにオチがあったんですね。いや、でも本当に、あの、はい、そこから、はい、時は流れ、十何年の月が経って、こうやって大島さんとね、なんかお仕事をさせていただけるというのは、はい、まあ、はい、それ嬉しいです、嬉しいです、すごいっすよね。僕、どっかのタイミングだよと再会した時に、はいはい、一段となんか近寄りがたい雰囲気はありましたよ。なんか、もともと近寄りがたい雰囲気あった上に、もともとないじゃないですか。今は全然そのことないです、はい、今、はい、なんかもう、すごい幸せ波動がすごいじゃないですか。そんなに不幸な、すごいもう、邪悪な雰囲気が、邪悪っていうか、なんか、はい、大王も飛び抜けてたと思うんですよね。なんか飛び抜けてはないっすね。圭介さん、お客さんたちいっぱいいるじゃないですか、研修とか、はいはい、で、その中でもなんかちょっと目立ってたんですよ。目立ってますよね。いやいや、ないない、いかつさもありましたし、はいはい、だって覚えてないでしょ、絶対に。あの、絶対覚えてないと思うよ。大王認識をしてました、してました、してました。絶対してない、絶対してない、絶対してない。ありえない、あんなお客。あ、でも、でも30人、40人。栃木の時はさすがに認識してないと思うんですけど。
あの大王のことはどっかから認識はしてました。だいぶ派手なイメージはあったんです。派手だった。服装とか派手だったんです。オーラが、オーラが、オーラが派手だった。そうなんですね。派手なオーラってめちゃくちゃすごいですね。だって静かにしてたよ、本当。ああ本当ですか。静かにしても出ちゃってるんですね。よそ様のとこ行ったらすごい静かだよ。ああそうですか。本当に静か。気配は消せてなかった気がしますけど。オーラはね止めることができないですね。ということでケイスケさん、はい、今回はですねテーマケイスケさんから運の話聞きたいなと思ってますね、はい、いやもうそれこのメンバーの、はい、桜庭さんの前で運の話、はい、はいはい、本当に違うネタにしてもらっていいですか。あのだと思うんですよ。でもケイスケさんもさっきの言ってた通り、はいはい、時代の寵児だった時もあるし、すごかったよ本当に。だってすごいもてはやされたですよねあの時ね。みんながこう持ち上げられて、はい、そんなん運なんか掴めないじゃないですか絶対。調子に乗ってたなと思います、ね、調子に乗ってた。いやあれはね絶対調子に乗らない方がおかしい。あそういうぐらい、そういうぐらい。だって本当にスーパースターでしたよね、はい、まあ今でもスーパースターだけども、はい、やっぱあの時若いじゃない、はい、で若くしてやっぱりこう、はい、いろんな人たちにこうね取り上げられて、はいはいはい、もうね講演会もいっぱい呼んでもらってもう毎回何百人超満員ってなって、はい、やっぱああいう風になっちゃうとやっぱりおごり高ぼりって出てくると思うんですよね、はいはい、出てたと思います本当に。あ出ない方がおかしいと思う。尖ってたと思います。尖る、絶対尖る、はい、どんな風に尖ってたんですか。あのね、触るものみんな傷つけてた。本当ですか。それチェッカーズじゃないですか。チェッカーズ、ギザハートの子守歌だった。ギザギザハートだったんですか。触るものみんな傷つけてない。傷つけてないですよね。傷つけてる人講演会になれなそうですもん。そんなに傷つけてないですけど、はい、その時に叱ってくれる人はねめちゃめちゃ周りに先輩に厳しい先輩がいたので、うん、ちゃんと調子乗ってくる時には叱ってくれた人はいました。ギリギリで止まってたと思います、はい、そういう意味では、はい、自分の気づかないところでやっぱいろいろ調子乗ってたろうなと思うんですけど、うん、でも叱ってくれる人がいたから助かった部分もあるんだろうなと思いますけど、ね、もしそのまま調子に乗りっぱなしだったらもっと早くなるんだろう。世界から消されてるみたいな。消されてる可能性もある、ね、そうですよね。大島さん本当は見てて思うのはやっぱ究極の人たらしだから。人たらし、人たらしだね、はい、本当素晴らしいと思う。やっぱそれは勉強すべきところだよね、はいはい、大王から見て圭介さんどこがすごい人たらしいで運が良い。あやっぱアフターフォローがすごいね。あ教えてください、それどういうことですか。あ例えば大島さんのね、はい、ところに講演会に、ねはい、ちょっと顔出したとか言って、はいはいね、それが終わった後必ず、はい、今日はありがとうございましたみたいな。本当は僕からありがとうございましたって先に言わなきゃいけないのに、はい、大島さんはそういうの先に今日はありがとうございましたみたいな、そういうことができるってすごいんだよ。めっちゃすごいと思います。なかなかこれできることじゃないんだよね。そうですよ、お客さんもいっぱいいますし、こっちが先にありがとうございますって言わなきゃいけないのに、はい、大島さんからそういうの先に来るっていうのは、はい、恐縮してしまうし、あなんで俺が先に送んなきゃいけないのにって思う、うんうん、だからこういうのがやっぱりモテる秘訣なんだよね。あそうだから今日もねこの大島さんが連れてきたね、うん、若い大島レディースが、大島レディースの方たちがね誰もいないです、誰もいないです。そうです、桜庭さんには見えるんですね大島レディース幻の声出していいんだ。そうみんなみんなこうやって声大丈夫だから声出していいよ。誰もいないですから、うんすごいね、ソファーしか見えないですけども大王には見えない、はい、みんな笑い頃です、大変な笑っていいんだよあ、そうなんですね。ケイスケさん、人たらしとか、はい、そういうのなんかあえてやってたりとかするんですか。いや、これ天性これはね、あのなんか全部答えるじゃないですか、大王がこれはもう、大島さんにはこれ分からないと思う、はい、素でやってるから、はい、素でやってるだからもう素で天性の人たらしだから、あそうなんですね、だから俺辺はなんかもう分かってた魂はね。あ本当ですか。魂は分かってる、はい。だって意識してないですよね、大島さんね。いやいや、その違う YouTube で大変喋ってましたけど、はい、ご機嫌でいようとは思ってます。うん、自分のなんかいいエネルギーでいたいなとは思ってますけど、はい、運の話で言うと、これは僕が教えてもらった話で、はい、伊勢神宮の主要団の研修で教えてもらったのが、はい、運気を上げる方法は、とにかくいつも喜んで生きてることだっていうか、今日一日を喜んで生きる。生きるっていうこの喜んで生きることが喜びがどんどん運んでくることなんだっていうことを聞いて、でその神様が運の玉を誰に渡そうかっていうことを空から見てて、この人喜んで受け取ってくれそうだなって思う人に渡すって聞いたので、それはすごく腑に落ちたっていうか、この人喜んで受け取ってくれそうだなって思うような、いつも喜んでる人でいたいなっていうのは心がけてはいますけど、まだまだできてないなと思うけど、もっとだからそういう意味ではスタイルジャニーさん、ああ僕で言えるジャニーさん、確かに確かに、もうそうですね、いつもなんか喜んでる、はい、ご飯食べる時も喜んでる、はい、これが究極の運を運んでくれることだっていうことを、それはジャニーさんの姿を見て改めてちょっともっと喜ぼうっていうか、はい、ご飯食べる時も喜んだり、はい、この後名古屋で講演させてもらう時も本当に喜んで講演させてもらおうとか、はいはい、だからそういうことをもっとちゃんと味わって心がけたいなっていうのは今思いました。
運を神様からもらうために喜んで生きてる、はい、喜んでる人に運の玉がやってくるっていうので、はい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 、いいですね、いい話ですよ、ね、そうですね、僕もそのゴールデンボールもらいたいですよ。いや金玉じゃないですか、金玉ですよそれ、金玉なんですよ、ゴールデンボールで、ゴールデンって誰も言ってないですからね、運の玉って言っただけですよ、はい、お母さん言ったよね、はい、ゴールデンボールそれあのここに来た時の話ですけど、ね、はい、ゴールデンボールのマッサージ、ゴールデンボールのマッサージの話ですよ、ね、それはい、ありがとうございます。大王、うん、今度、うん、あの大島圭介さんと、はい、大王でコラボ合宿やるじゃないですか、うん、そうだね、本当は去年やるはずだったのにね、はい、まあコロナで延期になったので、うん、やっとその時期がやってまいりました、はい、めちゃめちゃ楽しみ、めちゃ楽しみですね。さっきその話を聞いて、はいはいはい、その大王の究極のワークがあるって聞いたので、はい、それをもうマジで参加者の人の3分の2以上はもう号泣してしまうっていう何かの体験があるんですよね、何、うん、はいはい、かの体験だから今回のテーマが死ということなので、はい、言ってますよね、死ぐらいだったら、ね、まあ、リボン、リボンです。おおな、合宿の超開運予祝合宿、うん、テーマがリボン、生まれ変わりなんですよ、生まれ変わりですよね、はい、うん、だからまあ僕がその死というものにね、まあ、僕は自分の師匠をもう2人亡くしてるんで、その師匠の死から自分が学んだこと、まあそれをお話しさせていただいて、大島さんはまあリボーンですから、生まれ変わり、死と生まれ変わりというね、まあこの観点から2日間ね、合宿させていただきたいと思っております。最高です、ありがとうございます。生まれ変わりたい人は決まりたいですね。そうですね、新しい人生を一歩見出したい人はぜひこの大島圭介さんと桜庭千幸さんから学びたいって人めちゃくちゃ多いと思うんですよ。今までありそうでなかったコラボ合宿、うん、ぜひ参加してほしいですね。はい、ありがとうございます。ということで運の話の後編については大島圭介さんのチャンネルの方でゴールデン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 チャンネル放送したいと思います。ぜひそちらもご覧ください。ありがとうございます。これ大王じゃんけんじゃんけんペロン、ありがとうございます。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、あ、新しくなりましたので、よろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録はここ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